セモベンテダ105-25とは第二次世界大戦中に使用されたイタリアの自走砲である。開発はフィアット・アンサルド。本社は第二次大戦中のイタリアによって作られた最も強力な自走砲である。高火力を持つ自走砲の開発は1942年中に始まりオデーロテルニオルランドとアンサルドの2社が並行して実施した。オトは105。 25砲をカルロワルマート P40 戦車の車体に搭載する案を提示した。アンサルドはこの車両のためにセモベンテダ75-18の車体を使用するよう提案した。この自走砲はすでに量産中であることから、チェントロストディデラモートリザツヨネ A の1943年2月の提出に間に合わせることができた。一方、オトの車両は未だに開発途上であった。 アンサルドの提案した車両の量産は、イタリア陸軍に承認された。最終バージョンでは、車体と105、25砲が回収され、1943年4月2日に、自走砲、M43、バッソットとして採用された。12両が生産され、1943年には、第135機構師団アリエテ2が用いたが、 1943年9月8日から9日に起こったカしシビレの急戦の後、ドイツ軍はローマ近郊にて数日でイタリア軍を粉砕した。これらの車両は戦闘によく耐えた。イタリアの降伏の後、ドイツ軍はセモベンテダ105、25を非常に良い車両であると見なした。自走砲を接収した上で91両を追加生産し、 シュトゥーグ M43 ミット105-25-853と解消した。これらは連合軍に対して投入された。105-25砲はバロアルピノの防御用バンカーにも使われていた。セモベンテダ105-25は従来の車両である M41 と M42 の基本的な設計と M43 の車体を組み合わせている。M15 42戦車の車体を拡幅、停止性化し、前面と側面装甲を改め設計している。装甲には、秒接の代わりに溶接が採用された。車体上には、ケースメートが、秒節及び溶接で固定され、アンサルド105-25榴弾砲が搭載された。水平に34度旋回し、不行はプラス22度からマイナス12度まで稼働する。には、 合計 8mm のブレダ M38、車載機関銃が付属した。近接、対空戦闘の自衛用として、社長兼報酬がこれを用いた。無線手用には、マニュエッティマレル社製無線機 RF1CEA を1機、装備した。セモベンテダ75、18と並べられた、セモベンテダ105、25試作車両。本社は、幅が広く、低姿勢になっている。 ありがとうございます。